セチバル町は、長崎県の北部、北松浦半島内陸部にあった町である。北松浦郡に属していた。2005年4月1日に、佐世保市に編入され自治体として消滅した。ここでは、現在の佐世保市の一地域としてのセチバルについても、記述する。佐世保市の北隣、北松浦半島の内陸にあり、平成の大合併までは、 長崎県内では山頂のみの海に面していない自治体であった。町域は山間部のため、特に陶器は積雪や道路凍結が長崎県内としては多い。石原町は1889年の町村制施行時に一村単独で自治体として発足したため、大技はなし。2005年佐世保市編入時に地名末尾の面の文字及び障子を廃止。 旧来の面の名称に、設チバル町を冠した町名に変更された。佐世保市編入時に、北川内の読みが変更された。光線による町長かつては、北松丹田からの石炭産出で栄えたが、エネルギー革命の余波を受けて、相次ぎ閉山。1970年には、町内から炭鉱がなくなり、過疎化が進行。翌年には、 石炭輸送を行っていた国鉄セチバル線も廃止された。その後は戦後左官になった製茶業等の農業が産業の中心的位置を占めていた。空港、鉄道なし。かつては国鉄セチバル線が通っていたが、1971年12月26日に全線廃止となった。一般路線バス剣道その他の道路、ありがとうございます。